はい、どうもハリウッドでございます。本日もハリウッドほっとけないをやっていきたいと思います。今日はですね、トンネル風に見せかけた立教の下ちゃん立教の下スタジオからの撮影でございます。ちょっとね、小雨が降ってるんで歩きながらちょっと撮りようかなと思ったんですけど、ちょっと今雨宿り中みたいな感じですね。はい、ということで新しい、ちょっと僕一時期ゲーム実況上げてた時期があって、その時にカードゲームが結構好きで、ドラゴンクエストライバルズっていうカードゲームが出て、まあ最初からダウンロードはしてて、まあちょこちょこしてるんで結構難しいんですよ。やっぱカードゲームでカードの性能を覚えないといけないし、でそれでやんないといけない。で僕で結構一番カードゲームで有名なのは多分シャドーバースだったりとかなんですけど、僕はカルドセプトというカードゲームをしてて、やっぱカードゲームってすごく面白いなっていうのは感じてたんですよ。でそれがドラクエである、ちょうどなんかドラクエがドラクエエースに変わるって、ライバルズエースっていう風になんかリニューアルするっていうのがあって、なんかしらゲーム実況違うのしたいなと思った時があったんですけど、その時にドラゴンクエストライバルズちょっとやってみようみたいな感じで、ライブ配信どれくらいですかね、1ヶ月もしてなかったような気がするんですけど、やっぱその時にも同時接続数だったりとか、再生回数だったりとかっていうの結構良かったんですよ。まあ途中でやめちゃったんですけど、なんかそれがなんかサービス終了ってなった時に、ゲーム実況者、特にスマホゲームですよ、スマホのアプリゲームでそれでやってて、まあいたんですよ、専属だと思うんですけど、ドラゴンクエストライバルズを1日4時間5時間してるとか、動画上げるとか、大難弾、で新しいカードパックが来たらこうしよう、このデッキ強い、こういしましょうっていう風に専属にしてる人たちからしたら、やっぱドラゴンクエストライバルズっていうだったりとか、そういうだからアプリゲームですよね、サービス終了されたらもう終わっちゃうから、でそれで人気だった人たちがまた新しい、まあ、ドラクエタクトだったりとかウォークだったりとか、それこそ今度出てくるドラゴンクエストの大の大冒険が熱いんですかね、まあ、そっちの方にシフトするとは思うんですけど、なんかこう僕も今だったら FFRK ですかね、 FFRK でちょっと一時期やってた時に、もう私タクトもやってた時もあるんですけど、その携帯ゲームがサービス終了した時に一気に潰れてしまうんで、その専属でやってたらですよ、まあ、いろんなゲームしたりとか、一枚のやっぱ据え置きだなと思ってるんですよ。据え置きのゲームはサービス終了することってなかなかないでしょうし、レトロゲームだったりとか、レトロゲーをずっとするとか、今だったらモンハンだったりとか、ウマ娘だったりとか、ウマ娘もいつサービス終了するかわからないか、まあしばらくはないんでしょうけど、まあ、そのウマ娘で人気になってとか、ドラゴンクエストライバルで人気になって、違うゲームした時に、その違うゲームした時にまたファンがついてきてくれるかとかのちょっと難しい問題だったりとかもあるんで、まあ最近の中で一番大きいゲームなんじゃないんですかね、かなりビッグなタイトルのゲームが、まあ、サービス終了するっていうことで、本当になんか僕も一時期ドラゴンクエストライバルで楽しませていただいてて、すごく面白いゲームっていうのはもう重々承知でたくさん楽しませていただいたんで、まあ、そのゲームが終わるっていうのはすごく寂しいことだなっていうふうに思いますし、かといってじゃあお前は課金してたかって言ったら課金してなくて何の貢献もできなかったんでね、僕がそういうことを言う権利はないのかなっていうふうに思うんですけど、まあですけど今ね、ゲーム実況を始めたいとか、ゲーム実況やりたいなと思ってる人たちって、まあまだまだね、たくさんいると思うんで、で新しい新作のアプリが出てきたら、それこそ最近だったらウマ娘ですよね、ウマ娘が出てきたらもうこぞってウマ娘する、今だったらこぞってモンスターハンターやるみたいなとかね、でそれでどんだけの人がうまくいってるかって言ったら、ほとんどの人がまあうまくいってないとは思うんですよね。みんなエペックスでもフォートナイトしても、モーゼスしてもとかですよ。まあ、そういうね、ゲーム実況者の悩みの種っていうのは尽きないんですけど、まあこういうふうに自分がやってた携帯ゲームのアプリですかね、そういうのがなんかサービス終了するとなんかすごく悲しいなと思いますし、言い方を変えると、そのゲームをまあやってないんで、配信とかでも自分の中のまあログインぐらいなんで、なんかそれは英断になったのかなみたいな、いろいろ考えることはあるんですけど、ですけど本当にドラゴンクエストライバルズさんにすごく楽しませていただいたんで、ありがとうございましたっていう感謝の動画でございました。はい、ということで今回これで終わります。それでは失礼します。バイバイ。